はい、どうもこんばんは。今日はですね、この本を紹介します。金融資本主義を超えて、岩瀬大輔さんなんです。岩瀬大輔さんっていうとね、東大卒で、そこからコンサル行って、で、ハーバードビジネススクールに行ってっていう経験を持ちで、で、そのハーバードビジネススクールでの MBA を取る時の、留学の体験記がこちらになります。当時ブログ書いてたんですか、そのブログを書籍にしたような形ですかね。で、これ読んですごいなって思いました。本当に岩瀬さんが考えることはね、もういちいち深いんですよ。深くて、なんだろうね、考えさせられますね。で、どういう人におすすめかっていうと、やっぱり起業したい人、起業に興味がある人、あともうすでに起業してる人ですかね。あとは MBA に興味がある方とかね、そういう人にもおすすめです。はい。で、まあハーバードのねエリートたちがめっちゃ出てくるんですよ。で、そういうエリートたちのね発言も一時すごいんですよね。でもリアルで、やっぱブログなんでね、当時多分書いてたんでしょうね。すごいリアルで、詳細に書かれてあって、で、同じその20代が発言してるとは到底思えないような、そういう内容だったりします。なんかすごい刺激が燃えられるような一冊ですね。なんていうのかな、変な自己啓発本よりね、よっぽどいいんじゃないかと思いますけどね。こういうリアルなものをね、見るとね、で、まあね、なんていうんだろう、やっぱ自分の軸を作りたいなっていうふうにすごい思いました。僕は結構軸がブレブレな方なんで、なんていうのかな、こうちゃんとしたこの譲れない心情っていうか、譲れないものがないんですよね。なので、ちょっとね、なんかそういうのを作りたいなっていうのを思いましたね。で、まあそう作りたいなって言っても、そんな簡単にできるもんじゃないですしね。やっぱり長い時間をかけて、自分の信念みたいな軸をね作っていって、まあ何かこういろいろ人生の選択の時のね判断の基準にするっていうか、まあ根拠にするようなものを作っていきたいなっていうふうに思いました。で、あとね、これすごい企業が何のために存在するのかとかね、まあ金融資本主義って書いてあるだけあってね、そういう、まあ会社の話が多いですね。あと組織の話、組織をどう作るかみたいな。で、ちょっとね、ファイナンスとか、あと会社法とか、そういう基本的な知識があると読みやすいと思います。まあなくても読めますけどね、あったら、理解が深まるんじゃないかなと思いましたね。あとちょっと古いんで、まあ、最近も会社法とかも結構改正が入ってるんで、14年とか結構大改正っていうか、だいぶ改正されたら、あるんで、まあ、ちょっと違う部分もある、日本の話してるところで違う部分もあったりするんですけど、まあ、それでもね、すごい参考になるんでね、おすすめです。はい。で、今日は以上になります。それでは、良い週末を。じゃあな。ちなみにですね、僕はこれから飲みに行きます。軸を作る前にね、ちょっと乾杯してくるかなと思います。それでは、じゃあな、バイバーイ。